はい、まず853番ポリスステーション、ポリスステーション、警察署。 Where is the police station? っていうふうに言うと、警察署はどこですかという意味になります。で、ポリスオフィサーとかポリスマン、ポリスウーマン、ポリスなどについては940番の方で説明しているので、ぜひそちらの方を見てください。で、一つだけ言っておくと、ポリスマンとかポリスウーマンのように男性女性を区別する単語っていうのは使われなくなってきているので、ポリスオフィサーという表現ですね。このオフィサーっていうのは役人っていう意味があるんですけども、ポリスオフィサーで警察官というふうに訳します。この単語を使うのが一般的になっています。詳しくはぜひこちらの方も見てみてください。854番、シティホール、シティホール、市役所とか市庁舎という意味になります。ちなみに町役場のことはタウンホールというふうに言います。タウンについては369番の方で説明しています。で、シティホールというふうにこのように小文字で書くときもあるし、C と H 大文字でこのように書くこともあります。ホールという単語は会館とかホールとか玄関という意味で、例えば A concert hall だとコンサートホール、I left my coat in the hall だと私は玄関にコートを忘れたという意味になります。この単語は leave の過去形ですね。left、忘れたとか置き忘れたのような意味になります。コートっていう単語は発音はコウトですね。ウを入れて読んでください。855番ホテル、ホテル、発音アクセントどちらも注意ですね。ホテルではなくてホテルというふうに発音します。 Stay at a hotel だとホテルに泊まる。at の代わりに in を使って stay in a hotel というふうに言っても大丈夫です。で、この at を使うのか in を使うのかっていうのは話し手の感覚なんですね。狭い場所には at、広い場所には in を使うというふうになるので、その話している人の感じ方によってどちらか使う方が決まります。詳しくは at と in ですね、それぞれこちらの番号の方で説明しています。ステイに関しては447番をぜひ見てください。856番ピーク、ピーク、花などを摘むとか選ぶ。この場合はチューズという単語と同じ意味になります。過去形、過去分詞形はどちらも ed をつけてピックト、前のクっていう音が濁っていないので、後ろも濁らずにツっていうふうに発音します。ing 系と三単元の s はそれぞれ普通通りにつけて、三単元の s は前が濁らないので、この s も濁らずにス、ピックスというふうに発音します。857番、invent、invent、アクセントに注意ですね。この単語は発明するっていう意味になります。過去形、過去分詞形は ed つけて invented、 ing 形 inventing、 三単元の s は t と s がつながって invents っていうふうに聞こえます。派生語 invention ですね。このように書いて発明という意味の名詞になります。ちなみに発見するっていうのはDiscover という単語があります。858番 Possible、 Possible、 発音に注意ですね。 Possible ではなくて Possible というふうに発音します。可能なとかあり得るという意味です。で、この単語をこのような熟語でよく使います。 As ほにゃらら as possibleできるだけほにゃらら。で、これは as as one can という言い方で書き換えることもできます。この one の部分には
代名詞ですね。I とか You とか He などが入ります。詳しくは As とか Can の説明もぜひ見てください。で、この反対の単語が Impossible なんですけども、これがこの次の単語になります。はい、859番 Impossible ですね。先ほどの Possible の反対の単語です。不可能なとかできないという意味になります。はい、今回の英単語は以上になります。今見てもらっているのは、今回の英単語が載っている201ページの画像になります。で、この辺の英文については、今回の動画では説明していません。英単語の意味を覚えてもらうっていうのを中心に考えているので、省略したんですけども、少しだけ見てもらうと、例えば、ピックを使った熟語で、ピックアップっていうのがあります。ほにゃららを拾い上げるとか車で迎えに行くなどの意味があります。あとは最後の方に説明した possible と impossible なんですけども as possible の表現だと as soon as possible できるだけすぐに、あとは impossible だと it for to 誰々にとって何々するのはなんとかだっていう時の形ですね。によく使ったりします。ぜひ英文の方にも目を通していただきたいなと思います。で、こちらのプリントを見るには、先ほどのスライドショーですね。このページの下の部分、見てもらうと、このようなところがあります。画像か、このリンク部分をクリックしてもらうと、次のページが開きます。はい。で、印刷したいときには、こちらですね、PDF ファイルっていうところをクリックしてもらって、下の方のプリンタのマークとか、あと画面上で右クリックをして印刷などが出てきますので、ぜひこちらから印刷して使ってもらいたいと思います。はい、あとは先ほど最初の方に見てもらったこのラインナップなんですけども、この201ページのとこですね。こちらをクリックしてもらうと、今と同じページが開くようになっています。どちらからでもアクセスできますので、ぜひこちらの方も利用してみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。